工藤由美子、大谷翔平の結婚発表当日に起きた偶然。結婚の告知があった昨日、届きましたよ。フリーアナウンサー工藤由美子が日本放送工藤のラジオに出演。ドジャース大谷翔平投手が結婚を発表した2月29日に起きた偶然について明かした。エンゼルスでいうと大谷選手の切手を限定版で発売したの知ってます。忘れて、だいぶ前に申し込んでいたのよ。限定版で応募していたのを忘れていたら、結婚の告知があった昨日届きましたよ。昨年46本塁打でア・リーグ本塁打王になったことを記念し、限定発売された切手シートが結婚発表のタイミングに合わせるかのように届いたという。工藤はスタジオで嬉しそうにお披露目していた。